はい、ではアムロトーク始めていきたいと思います。今日のゲストは沖縄から吉郎さんを紹介していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいさーい。はいさーい。はいさーい。沖縄の方です。生まれも育ちもずっと沖縄ですか？そうですね、生まれも育ちも沖縄でございます。とコザの町で。ずっとコザなんですね。イッサってコザ、ラパンクの。イッサ小座ですね。あ、ここが弟さんが一緒だったかな、うん、あ、イッサの弟と。そうです、そうです。あ、そうなんや。なんなら一度イッサさんと飲みの席でダパンプが4人組の時の。沖縄の人ってやっぱつながりますね。なんかあれ、いやすごいな、そんな話が聞けるとは。 HY さんともたまたまバーで座った隣の席が、うん、HY さんのなんかドラムの方だったり、普通にいます。僕今南部に住んでるんですけど、なんか南部と中部だけもなんか色が全然違うなと思って、はいはい、確かに。なんていうの、雰囲気というか人もなんか違うなっていう。確かに県外で言うと東京と大阪って感じです。なんか上品な感じが那覇は。それ言ったら大阪の人に失礼なんですけどっていう感じで、中部はこのアメリカのこの軍人さんとかがいっぱいいるので、うん、ちょっとなんかこう、うん、アメリカンチックな曲が流れてたり、このブラックミュージックとか、土日はその路上で喧嘩が、愛人同士の喧嘩があったり、当時、まあ今は行かないんですけど、二十歳前半の頃はクラブに行ったりすると、軍人さんというか、海外の方が普通にいて、一緒に踊ったり、乾杯したりっていう感じで、普通に歩いてますね。アメリカがすぐそこにあるみたいな感じですよね。そうそうそう。で実際に友達もいましたんで、軍人さんの友達さんとかもいて、うんうん、基地の中で案内してもらったり。基地の中ってちなみにどんな感じなんですか？アメリカやなーって感じがしますそっかアメリカ行ったことないですけど。安室ちゃんはこの普段沖縄って、うん、のブラックミュージックが普段からよく耳にする、うん、なんかそれがきっかけっていうのを何かで見たんだよね、この雑誌かなんかで、インタビューでかな、うん、だからそれぐらい本当に沖縄の人って、うん、洋楽がこう普段から聴いてるっていうか、まあ人によるとも思うんだけど、そうそう、身近にあったっていう。だからの二十歳前後って本当にダンスブームだったっていうか、こうダンスやってる人も多かったり、うん、もうクラブに行って踊ってみたいな。実際僕も二十歳前後ダンスやってたんで、イッサさんのその当時沖縄でダンスグループのこうグループがいて、方のダンススクールに通ってました。イッサさんが遊びに来たりみたいな感じで、すごい。自分が知ったきっかけっていうのは、なんとなくらい、あの辺だね。で、歌詞が特に、なんかすごい勇気づけられたというか、別にこう落ち込んでたとか、当時はないんだけども、心に響く歌詞だな。なんかこう、平和を歌う、すごいなんか勇気づけられた感じがした。そうそう、そんな感じが、最初のきっかけ。スターズスクールに関してちょっと聞きたいんですけど、その当時ってもうすごかったんですよ。安室ちゃんもはじめ、うん、そのダパンプの、うん、ダパンプって呼び捨て、ダパンプさんのメンバーさんがいたり、うん、その時はダパンプとして活動してたのかな、ちょっとわかんないんですけど、うん、あとスピードさんの出身でもあったり、うん、まあマックスさんもそうですし、うん、三浦大知さんとかも、あともうそれ以外もっともっといっぱい
すごかったですね。なんかもう芸能関係に行きたい人は、うん、そのわざわざ東京に行ってそのジャニーズ入るとか ABEX さん、当時は多分 ABEX さんってものすごい、まあ今も大手ですけど、当時はもう一番勢いがすごかった ABEX さんよりも、ね、アクターズスクールみたいなで、うん、そうそう、で県外から来る方も多かったたんじゃないですかね。あ、県外かわざわざ沖縄に行く、東京じゃなくて沖縄に来る。ああ、でもあったし、その後かな、うん。すごいいっぱいアーティストを輩出した後に県外にもあったんですよ。一つアクターズスクールって。だから本当にもうジャニーズさんとかより、うん、ABEX さんよりも、うん、すげえんじゃないか。アクターズスクールがすげえぞと。うん、もう沖縄の誇りですよね。なんかもう、なんだろう、今で言う、もうブランドですよね、沖縄の。一つの、今で言うオリオンビールみたいな。と、沖縄といえば、アクターズスクールみたいな。本当にダンサーも増えたし、うん、僕の周りにも何名か通ってる方、アクターズスクールいました。まあ、もちろん、厳しい、競争というか、うん、なんかその中でも安室ちゃんはなんかズバ抜けてたっていうのを聞いたことあります。小学校ぐらいから通ってんのかな、なんかオーラがすごかったっていうのは、うん、なんか聞いたことあります。お会いしたことはないんですけど。そうそう、ミスタさんとかも会えた時はすごい嬉しくて、で他のアーティストさんは普通にこうコンビニ行ったらいたりとか、あ、そうなんだ、たりモンパチさんもそうですし、うん、なんか普通に僕髪切った隣の席は HY さんのボーカルヒデさんがいて、あ、こんにちはみたいな感じで、でオレンジレンジに関してはもう沖縄市全員、そうそう、そう、僕の高校、あの同級生の友達が普通に中学校の時に同じ部活だったとか、すごい、なんか近い、はい、で家も知ってるしみたいな。すごい、そうなんや。そうそうそう、うん、ただ安室ちゃんは会ったことない。あ、もうその中でもちょっと違う存在なんかな、なんかね、会いたいんだけども会えないというか。みんなそうやね、確かに。近くて遠いみたいな。そのデビュー当時のドキュメンタリーが YouTube でガッてのを見たときに、なんだろう、やっぱりアクターズスクールにいた頃って、誰よりもやっぱ練習して、誰よりも歌ってみたいな、すごいストイックな子だったみたいで、だけどやっぱそういう頑張ってる人たちって、絶対こう周りがもう嫉妬も含め批判するというか、だからその子たちを見返すっていうか、あれで最初の沖縄のライブ、もう今はほとんど使われなくなったんですけど、あのコンベンションセンターの野外ステージ、すごいちっちゃい会場、そこでライブした時に、なんかやっと恩返しができたじゃないけど、こう沖縄でライブすることができてっていう、うん、そういうドキュメンタリーがあってみて、うんうん、なんかアクターズスクールの頃からそういうストイックさがあったんだなっていう。アクターズスクールってもう本当に沖縄のブランドというか誇りというかでしたね、本当に。ちなみに沖縄にとって安室ちゃんっていうのはどういう存在だと思いますか？どういう存在なんだろう、なんかめちゃくちゃベタですけど、いいですか？まあヒーローです。いやでも本当に沖縄ってそれこそもう今では観光地であって、県外や海外からで、誰もが知ってるし、来たこともある方も多い土地というか、なんだけども、でも沖縄って昔、なんか田舎者扱いというか、ちょっと差別的な時代があって、ダサいではないけど、なんかイメージがあったらしい。で、そこで、沖縄っていう、なんか、を広めたっていうのは、安室ちゃんが一番大きいんじゃないかな。ビギンさんが言ってたんですよ。沖縄を広めたのは、本当は僕たちっていうか、僕たちが最初、船を漕いで、うんうん、例え話ですけど、うんうん、船を漕いで東京に向かってる時に、安室ちゃんが上から飛行機で飛び越えて、うん、なんか僕たちが、ビギンさんが、
なんか着いた頃には、うん、もう安室ちゃんが有名になったみたいな例えをさっき最初にそう東京に来たのはビギンさんですけど、うん、なんかその広がり方、県外に沖縄から来ましたっていうこの広がり方がそんな感じに見えたっていうのをビギンさんが言ってて、ちょっと笑い話っていうか、なんかでその時期ぐらいかな、どっちが前後ちょっとわかんないんですけど、うん、その NHK ドラマでチュラさんがあったり、スピードさんとか、ダパンプさん。なんか一時期、この自分たち、13からこの20歳までの間って、すごいなんか沖縄、沖縄みたいな、なんか沖縄ブームみたいなのが、そうそうそう。その本当にヒーローですよね。うん、で、当時、その、まあ、当時デビューしてちょっと後だとは思うんですけど、その社会現象も起きたじゃないですか。アムラーっていう安室ちゃんの格好をしてみたいな、こう日本のこう社会もブームも変えるっていう、いやなんかこう喋ってるとあれですね、ヒーローじゃなくてもう神ですね、沖縄の神です。本当にみんながハッピーじゃないですか。その多分安室ちゃんは本当に好きな歌とダンスをこう集中してっていうか、自分も曲げずに取り組んでたものが、こう実はもう沖縄県民、そして日本全国にこの勇気を届けていたっていうのが、めちゃくちゃ神ですね。いや本当に、その、安室ちゃんがいなかったら、まあ沖縄も有名にはなってると思うんだけど、またちょっとこの広がり方が変わってた、するのかなって今ちょっと思うぐらい本当に影響力、もう沖縄県民安室ちゃんはあんまりとかこうなんか好きじゃないっていうのを聞いたことがない。うん、まあ好きだよって言わなくても応援はしてるみたいな。好きな音楽とかちょっと聞きたいなと思って。音楽はもうレゲエですね。レゲエです。このレゲエでもすごいこのクラシック、なんかそのレコードで流れてるような70、80年代の、まあボブ・マーリーとかもそうですけど、うん、沖縄の夏の海でレゲエを流しながらゆっくりするっていうのが一番最高な夏の過ごし方です。平和を感じるというか、沖縄の環境にすごい合うんですね。こののどかな沖縄の海を見ながらちょっと揺れる感じの。やっぱりなんか夏になると毎年そういうレコードの音がするこのレゲエ、古いクラシックな感じが夏やなーって、ジャマイカに来た気分になる。行ったことはないけど、本当にジャマイカ人がこれ本当に直接聞いた話、20歳ぐらいの時にクラブをよく行ってたんだけど、そういうジャマイカ人の方がいて、そのジャマイカ人はなんか日本語、まあ、上手ではないけど結構喋れる人で、なんか沖縄すごい似てるらしくて、ゆったりしたこのスロー時間というか、なんかせかせかしてないじゃない、この沖縄って。なんかそういうのが似てたり、あと人、この陽気なところとか、沖縄の言葉で本当にイチャリバチョーデーっていう言葉があって、その一度出会えば兄弟みたいなものみたいな、そういうのが結構根付いてるで、まあ沖縄本当に人見知りの方多いんですけど、安室ちゃんもそうやしね。でも一回仲良くなるとなんかもうみんな兄弟だよみたいな、うんうん、みんな家族じゃんみたいな、はい、アムロちゃんも言ってたじゃない、最後の挨拶で音楽に触れて、うん、でなんかこうもっといっぱい、そう素敵よね。なんか自分だったら自分が引退しても自分の歌を聴いてみたいななりそうだけども、うん、あえてそこを言わずに、なんかこう、もっといっぱい音楽に触れてくださいみたいな、いっぱいいいアーティストがいるからっていう、出来やんっていう、もう。あ、本当にね。やっぱり神ですね。ひとちゃんの、この時代らへんが好きとか、この曲が好きとか、なんかあります?一番感動したのは、その、サムさんと結婚して、妊娠して、その休みに入った時、その紅白で、うんうん、Can You Celebrate を歌って、うん、これを機にちょっと、サンキューっていうのかな?なんかお休み入りますみたいな。その時も感動したんだけど、その帰ってきた時の紅白で Can You Celebrate を、その出てきて、歌い始めの時かな?このファンの温かい帰りみたいな、うんうんうん。
それで安室ちゃんが感動して全然歌えなかったっていう、あれたまたまなんかテレビで見てたんだ、すごい覚えてる。あの安室ちゃんが泣いて本当にこんなに愛されるってあるっていう、あんまりないじゃん。ちょっと休みに入って復活したアーティストがすごい歓迎される、でなんか帰りの声援がむちゃくちゃ愛されてるじゃんっていう、なんだろう、ありがとうって言いたかったもん自分も。本当に安室ちゃんイコール沖縄っていう、なんかお帰りってなんか沖縄も県民全員に言ってるかのような気持ち、やっぱり地元のねこの人がこんなに愛されてるのやっぱり誇らしいというか、こっちまで嬉しくなるっていうか、どんだけ地元好きやねんっていうね。皆さん多分安室ちゃんロングがいい人がやっぱ多いと思うんだけど、僕個人的にショートカット好きで、多分あの時代ぐらいしか安室ちゃんのあのショートカットはもうめちゃくちゃ可愛かったな。僕実はあんなに語ってたのに物を投げられそうなんですけど、実はファンクラブに入ったのって25周年の沖縄の野外ライブ、安室ちゃんはずっと応援もしてたし聞いてもいたんだけど、なんかファンクラブ入ってなくて、なんかもう身近な存在というか、ちょっと言い訳をさせてください。全然、それで入ってなくて、でチケットが多分レアだからなかなか取れないだろうなと思って、前回は沖縄野外ライブの前回20周年台風で開催されなかった幻のライブがあって、だからなよりもチケットは多分取るの難しいだろうなっていうあれで、なんかもうファンクラブに入って、で沖縄野外ライブ行きまして、やっぱり地元で見る生安室ちゃんすごいなーっていう。ミスター USA で、あれ歌ったのってすごいレアらしいね、当時の映像、この頃の安室ちゃん、あれ見て、なんだろう、なんか子供の頃も可愛いけど、可愛いままで、もちろん年を重ねるごとにそう顔も大人っぽくなって綺麗になって、だけどこのスタミナ、この踊りのキレとか歌唱力もやっぱり子供時代に比べるとどうしても声はちょっと低くなるんだけども、全然踊りながら歌って、で、ライブでよくやる、端っこから端っこまで走るやつも、あんなん走れる？ブーツ履いて。あのスタミナってすげえなと思って、自分もダンスやってたけど、結構、はぁはぁ言うてやってたんだけど、すごいなぁと思って。まあ、その沖縄のライブをきっかけに、これからファンクラブ入ったから全部行ったろう、みたいな。また、2日後、3日後ぐらいに、速報で安室奈美恵、来年をもって引退、みたいな。みたいな。一瞬なんか、なんだろう、絶対そんなはずないのに、俺がファンクラブに入ったからとか、タイミング的にもう来年から全部行ったろうみたいな、グッズもバンバン買ったろうみたいな。まあ多分本当にもうデビュー当時から応援 してた方々は帰るの遅すぎだろうと思われるかもしれないけど、ショックやったなぁ。でファイナリー福岡まで行きまして、その野外とはまたちょっと違う雰囲気というか、あとね、この野外だとどうしても声援というかファンの方々のこの声援が外だからこう逃げちゃうというか、まあ福岡ドーム、やっぱこの建物の中だとこの声援がすごかったり、この安室ちゃんの声とかがこうなんか響くというか、綺麗にこう聞こえる、あれはあれでまた面白かったし、何よりあのライブで時々見せるこのなんか中央ステージっていうのかな、こうステージがあって、こう真ん中に通路っていうかなんかあって、ちょっとしたちっちゃいステージ、何の曲だったかちょっと忘れたけど、こう歌って踊ってこの戻った時にダンサーと一緒に振り向くなんかシーン、振り向いてなんかこんなポーズかな、なんかこんなちょっと可愛い、あれめちゃくちゃ可愛いと思って。
時々なんかちょっとお茶目ななんか年齢的に男性でも女性でもこれやると多分ブーイングが来ると思う。なんやそのブリコはみたいな。いやでも安室ちゃんがやった時のあの女性も男性もキャーっと声援があれはもう何回でも見たい。あのシーン吉郎さんは本当に選ばれし人なのでラストライブに行けたということで、僕らは撮れなかったので外にいたんですよ。僕らはすいませんって思いながらあの人混みの中そばを通っていって、確か3000人だったかな、 5,6 万人ぐらいの応募があって、選ばれし選ばれし本当にすごい。ファンクラブ最初から入ってる人に申し訳ないっていうそんな1年ちょっとで入って当たるっていやすごい持ってるなと思う。行けた人はなんか僕ら外で聞いてたんですけど、もうほとんど聞こえへんけど、うんうん、もうヤマピーが出てきた瞬間だけもう感性がもう外まで丸聞こえやったんですよね。一番湧いたんちゃうかなと。ヤマピーとそう、ね、すごかった本当にね。だって他の方々のコラボって多分曲の最初ら辺からもう出てきて、そうやね、もう出てくるって分かってるし、ヤマピーは本当最初っていうか途中まであのモニターにはその当時の PV が流れて、うんうんうん、でも歌ってるのは安室ちゃん一人、ヤマピーのところも安室ちゃんが歌ってみたいな、うんうんうん、そしたら本当最後らへんこの後ろのステージこの上がるところからバーンって出てきてすごかった。で沖縄のそのモンパチさんもビギンさんもやっぱりこうリスペクトしててすごい。あれはまたあれでライブとは違うちょっとね、ちょっと違うよねあれは。そうですね。でこの終わった後に出待ちしてたんよ、このコンベンションセンターの出口にいっぱいこの客観客とかファンがいて、うん、バスが出てきて、うん、安室ちゃんこのちっちゃい窓を開けて、うん、なってみんなに手振ってた。手振ってて、そうそうなんや。えもう知らんかった。なんかでももう本当に最後なんやなっていう感じがして、でもなんかあれは、うん、なんファンも別になんか変な終わり方ではないじゃない。やりきったっていう安室ちゃんがこう悲しい別れではなくて、確かになんか結構アーティストさんって、うん、メンバーの誰かがちょっと不祥事を起こしたりで解散しましたとかっていうのが大体多くて、うん、あんなになんか円満退社じゃないけど全てをやりきってみたいな、引退したってファンも嬉しいし、そしていろんな伝説を残してどの世代からも愛されみたいな、うん、から4年5年が経ちますけど、なんか早えな最後の思い出のライブの。すごい今日の持ち主やね。いや最後手振ってたんや、もうずっと残っとったらよかった、出待ちしとったらよかった、そんなそうなんや、あれは多分、うん、あんまり大きい声で言えないんですけど、うん、あの時目あったんですよあれ多分俺にやったんちゃうかなっていう、多分あの場にいた人たちみんなそう思ったかもしれない前吉郎さんのまあいろいろ聞けて本当にありがとうございました。吉郎さんもなんかいろいろ普段さいろんな人たちのためにとかさ活動とかされてると思うんですけど、なんかあそういうのもちょっと聞けたらなと思うんですけど、本業ではないんですけど、うん、全然そういうマヤ歴アドバイザーっていうそのマヤ歴っていうなんか占いのようで占いじゃない、じゃあどっちなんだよっていう感じなんだけど、うん、なんかまあ、占いみたいな感じですかね。もう、その自分が、その、生年月日を聞いて、自分がもともと持っている性質とか、じゃあその性質をどう活かしたらいいかとか、っていうのを伝えています。参考にしてくれたら嬉しいなっていうぐらいの軽い感じなんですけども。そうそう。で、ちなみに、安室ちゃんが、太陽のようなエネルギーを持っているというか存在、うん、もう主人公のような周りを照らす太陽な性質を持っているっていうのがあって、自分
軸っていうかブレない性質っていうのを持っている。この自分ってこうだよねっていうのを持つことで自分らしさがより生きるというか、まあ、ブレないというか、で、あと自分軸をはっきりさせることでその拡大エネルギーっていうなんかこうその取り組んでることがこう広がっていきますよみたいなっていうのがあります。で、アムロちゃんに大切なそのキーワードが感謝っていう、なんか自分が良ければとかではなくてこう広がった自分っていうこのやりたいことがとか取り組んでいることがこの世間に広がったのは皆さんのおかげみたいなっていう感謝の心、周りの皆さんにこう生かされてますっていう気持ちでいることが大切っていうのがあって、わあ、なんかもう安室ちゃんやんと思って。そのままやね、なんかね、まんま本当に。でやっぱりそういう大谷選手とかそうですし、うん、野球のなんかそういう活躍してる人たちってマヤを調べると、あ、もうなんか知ってたかのようななんかまんま生きてるなっていう、あるんだろうなっていう、そういう性質が自分らしくっていう、その安室ちゃんもそうですけど、本当に自分らしくを全面に触れることなくアーティスト生活を過ごしてきた方だなっていう思って、まあそんななんかそういうのをいろいろイベントであったりインスタとかでも欲しい聞きたい方がいたらお伝えしたり、なんかそれを伝えることでなんか自分も安室ちゃんまではいかないけど、なんかこれを知ったことでなんか人生楽しくなったっていうきっかけ、勇気を与えれたらいいなっていう、っていう感じで、はい、ありがとうございました。はい、では本日のゲストは吉郎さんでした。で、吉郎さんの、SNS の URL は概要欄に貼ってるので、もし吉郎さんと連絡取りたいなっていう方がいればどんどん連絡取ってみてください。本日はありがとうございました。今の二輪家、ナタリアの部屋という二輪家、え、な、役所だ、ちょっと後にしていただいて、あの、具志堅さん、具志堅さん、今日もやってられないもん、具志堅さん、帰る、具志堅さん。